上垣山駐車場からスタートですね。あれかな、あれこっちか。こう登っていきます。あの声はシェパードかな。違った、普通の雑誌だった。いいな、ワンコが。よし、今日は本当はまたか鈴鹿セブンに行こうと思ったんですけど、今日もまた天気と暮らし信用して天狗らしいで17メートルぐらいの強風予想だったんで、あっちセブンに来ましたけど、こっちも結構風が強いですね。うわ、あ、二度目はこう耐えるな。ああ、雪しました、アルプス。よし、ちょうど駐車場らしき場所ですけど、12時スタートですね。2時間ぐらいで降りてこれるかな。よし、頑張ろう。ああ、でも竹林綺麗だね。いい感じ。なんか分岐ですね、あっちこっちと分岐があります。こっちかな。え、あ、三宅山はこっちなんだ。こんなとここっち行っちゃいそうだよね。お、今日は良かった、迷わなかった。本当かな。ああ、天気がいいな。よし、そこまで急登ではないんですけど、なあ、こたれるのはやっぱりちょっと邪道系は無理かな。なんとかこの網掛山を登りたい。まあ年を考えないからちょっときついな。よし、頑張ろう。三掛山、簡単に回れるかなと思ったらなかなか大変でしたね。まあ、僕の体力がないだけなんですけど、ずっと上り坂を登ってきて、ようやくちょっと平らな道、登山道になったんで、今日は疲れたな、ダメだな、この三座なんて絶対無理やな。今日じゃあ峠山も登ろうなんて甘いこと考えてたんですけど、もうダメですね。三宅山も今命からがら展望台までたどり着いたら先約の方がいたんで、少しだけ休憩しても出ました。お昼ご飯を食べたいんですけど、全然座るとこないですよね。いやー、入ったな。山頂食べれるスペースあるのかな。なんかないような気がするけど、もうちょっと頑張ります。
それこそ山頂かな。山頂ですね。神掛山1133メートル。三角点到着。わあ、結構きつかったな。で、編みかけ山って読むの、山頂の風景は何もありません。展望台に行かにゃいかんのね。ああ、でもさすがにちょっとエネルギーがないでここで食べるかな。よし、もうすごいですね。弁当食べたらもうハエがすごいかかってくるんで、のんびり食事なんかできないですね。もうとりあえず弁当食べたんで体力回復したかな。もう降りてきます。さよなら、アビエッカで山さん。よし、展望台、こっちから行く展望台が続いてるといいけど、うわ、止まると寒くなりますよね。よし、頑張ろう。ね、あれ？戻ります。これでも登山道だよね。ちゃんと赤テープもあるもん。GPS がおかしいか？山頂に戻ったけど、こっちなの？来た方に戻る？僕は弁当ここで食べてたんですけど、あ、こっちなんだ。こんなん登山道これ。合ってるな。本当？
かけ峠、見かけ峠、こっちね、これか。なんかこのヤマップの地図わからんね。山頂からそのまま行くようになってるし、さっきの道も何あれ。あ、よし帰ります。風が強いですね。お、あ、これがこっち側の展望台か。なるほど、いいじゃないですか。あ、テーブルもあって椅子。ああ、結構いいね。もう山頂で休憩しちゃったし。ああ、風が強くなってきたな。下りの展望台、休憩場所はいらんない。帰ります。よし、もうこの林道どうだろう、30分ぐらい歩いてきたんだな。こんな最悪だよ。獣よけ。なあ、こんな山に登らんでもこんな景色が見えるもんな。いいなあ、ね、あ、すっごいな、雪積もってるな、アルプスが。あ、綺麗だね。あ、日が当たるから花も綺麗だ。今日全然紅葉なんてなかったな。やっぱ恵那山行かないとダメだね。あとは恵那山と、まあ、蛇頭池山も次の機会にしよう。無理はいかん。いや綺麗だね、本当に。あれ雲かと思っちゃうよ、あの雪景色。到着しました。今日は高野屋さんと網掛山新座で終了。お疲れ様でした。